日本テレビ系で2023年1月スタートの連続ドラマ、ブラッシュアップライフ、日曜午後10時30分、最終日未定、に、加穂、日南遥、松坂桃李、染谷翔太、黒木華、宇須田麻美、鈴木康介が出演。脚本を担当するバカリズムも出演することが分かった。安藤サクラが主演を務める、ブラッシュアップライフは、バカリズムが壮大なスケールを持て余し、不思議な日常を描く、タイムリープヒューマンコメディー。地元の市役所で働く実家住まいの33歳独身、近藤麻美、安藤は、ある日突然、人生をゼロからやり直すことになる。気がつくと、そこは産婦人科のベッドの上。そして、目の前には若き日の父と母がいた。なぜか2周目の人生を始めることになる麻美。平凡な人生をもう一度やり直す、平凡な女性の物語が展開される。加穂と木南が務めるのは、麻美の親友役。麻美の小、中学校からの同級生で、大人になった今でもしょっちゅう地元で遊んでいる親友の門倉夏樹を加穂、同じく親友の米川美穂を木南が演じる。先日、学生時代を思い出し久々にプリクラを撮りに行くシーンの撮影が行われ、撮影前から懐かしいプリクラ話で盛り上がる3人。役さながらの仲良しトークで楽しく、3人での撮影もスタート。仲良しトリオが繰り広げる、ウィットに富んだ、バカリズムワールド、全開の会話劇に注目だ。これまでも、架空 OL 日記、日本テレビ、や、かもしれない女優たち、フジテレビ、など、バカリズム脚本の作品への出演経験のある加穂は、増野さん、バカリズムの脚本はセリフを覚えるのは大変なんですが、日常会話の延長線のようなセリフと増野さんの言葉のチョイスがお芝居をしていてすごく楽しいんです。今回のブラッシュアップライフもとても面白く、さらにタイムリープもしちゃうということで、いろいろなところに伏線が張られていて、私も新しい台本を読むのがすごく楽しみ。増野さんの作品はいかに肩の力を抜いて楽しくその場にいられるかが勝負。みたいなところがあるので、最後まで自分自身も楽しんで演じたいと思います、と抱負を述べる。木南は脚本について、個人的に会話劇が好きなので、バカリズムさんの各女性たちの会話が、リアリティがあって面白いです。ただワンシーンが長いのでセリフが心配です。わら。タイムリープというファンタジーをテーマにしつつも、会話の中身はとてもリアルで地味です。でも、ところどころに伏線がたっぷり詰まっていて、後でそれに気づくと、おお。と鳥肌が立ちます。バカリズムさんの頭の中はすごいです、と伝えた。